さあ、追っ始めるとするか。おかしらの銃声だ。ようやく来たぜ、お前のいる場所に。吠えろアーマー、吠えろアーマー、吠えろアーマー、俺たちの全て。さあ、観念しろや。貴様ら、こんな顔してダダで済むと思うなよ。よし、野郎ども構えろ。ゾロゾロとお客さんだぞ。逃げ出すなら今のうちだぜ。俺たちの殴らいは聞いたことがあるだろう。我ら、最下新種。じゃあ、撃て。あんたはこれに随分うるさいという噂をこの界隈で聞いた。あんたご自慢の腕利きと勝負したい。そっちが勝ちゃ潔くこの世と、バイバイ。こっちが勝ちゃ処刑はなし。あんたの配下になってやるのだ。あんたはより強い鉄砲隊を手に入れるってわけだ。おい、賊が何を言うか。おい、術坊、あなたはかつて近江浅井家に仕えていた軍師の、そうですね。何故それを。あなたの抱える怨念が私に教えてくれました。噂にたがわぬそのお力、実にまがまがしい恨みの根。そう、信長に滅ぼされし、あなたの過去、あなたを信じましょう。ありがたき幸せにございます。言うだけで空高く飛べるのか。そう聞いている。ある時の言葉に嘘偽り、嘘はない。敵は比叡山と本能寺の僧兵、数は十万。首は白蜜に勝る価値がある。新軍師蹂躙せよ、歯向かぬ者はその秋と引き過ぎね。さすれば望みの褒美をこの織田信長が約束する。うわぁ、発射する。うん、よし、お前ら行くぞ。